嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜都市伝説のコーナー。いや最近金曜だね。これがアップされるのは木水なんで戻っちゃったの。木少なくとも金曜日ではないんだ。そうだな。はい、ということでやってまいりました都市伝説のコーナー。よっしゃー。本日のゲストはもうすごいです。本日のゲスト誰、トイストーリーのレックスさんです。バスめちゃ似てるなお前。これね、みんなでドライブしてる時に俺だけ降りてウィーンって窓開いてね、俺歩きるじゃないですか。あバイバイって言ってウィーンって開いて、うん、バズっていう声が聞こえて爆笑しました。大塚愛のプラネタリウムに関するね怖い噂が。言った。プラネタリウムという曲は、はい、その元彼に作った曲だと言われてるんです、うん、らしいね。そうですね。へ、元彼っていうのが、もう不慮の事故で死んじゃったらしいね。死ん、死んだ。知らない。全く知らない。歌詞が結構怖いんだよね。うん、そういう風に捉えると。そう、行きたい、行きたいよ、君のところへとか。何がやばいって、大塚愛のこの彼氏が幽霊となって M ステに出るっていう。映っちゃったマジで。M ステに映ってしまった。映ってしまったらしい。マジやばくない。生放送じゃん。生放送だ。マジで。確かにね、青白い。そう、顔してて青白い顔して、え、なんかちょっと透けてんの。テレレレ幽霊って紹介された。いや、違う、ちゃんとトゥルルルの時に。マジでだよね。確かにそういう噂があって。トゥルルルの時に今のこの渾身のボケが普通ガチになったの。その時になんか裏拍手をしてた。そう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 。あ、それと一緒。そう、一緒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 。そう、やばい。トゥルルル、やんない方がいい。やんない、やめよう、お前やめた方がいい。そうだね、やめた方がいい。裏拍手は、裏拍手はそのこっちに来いっていう意味だから。ん、え、何、ごめんごめん、怖かった。え、何、え、びっくりした。びっくりした。いや、なんか今ボーみたいな。うん、そっちないでしょ。うん、聞こえてて、なんか変な感じがした。お前がそうやってふざけたとするから。ちょ、まあ、ほんとにやめろ。やめろ、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 やめろ。この都市伝説話すだけでも結構俺やなんだよね。トラウマというか。確かにトラウマみたいな顔してんのに。トラウマみたいな顔って何。え、トラウマみたいな顔って何。教えて。作れへん、悔しく。で、裏拍手でこっちに来いっていう意味があるのよ、裏拍手っていうのは。うん、死後の世界に来いみたいな、呼ばれてる。登場シーンにも出たって言われてるんだけど、うん、その歌ってるシーンにも出た。え、出たっていう噂も結構いろいろあって。へぇ、明らかにその大塚愛が気づくんだって、歌ってる時に。らしいね。そうそうそう。いるって気づくの。そう、気づくの。明らかに気づいて。やばいね。え、やばくないそれ。え、やばいねそれ。で、ちょっと表情変わるんだって。うん、誰かどんどんやった。え、なに。やってないです。もう、言ってない。バリバリ上からどんどんやってる。マジで。え、でも誰かやってんの。やってない、やってない、やってない、やってない。え、え、待って。今俺聞こえたよ、俺。詰めよ、詰めよ。うん、怖いから詰めよ。ちょっと、巻きでいこうぜ、これ。あー、巻きでいこうぜ。いや、これやばい話だ。表情がちょっと一瞬曇って、ちょっと嬉しそうな顔をして歌うんだって。大塚愛が元彼に当てた歌だから、こうやって公に届けられたっていう、直接ね。うん、うん、だからそれでちょっと嬉しそうな顔で歌ってるらしいっす。へぇ、ちょっと怖いけど、なんか怖いな。うん、なんかね、いい話もあるような。うん、なんかちょっとモヤモヤするな。怖いような。この話、何がその信憑性あるかって、この M ステの動画とか写真とかネットで全く見つからないっていう。1枚ぐらいはあってもいいんじゃないの。そうそうそう、全部全く見つからない。噂によると、生放送が急に起きたから、うん、スタッフが気づいてなんか悲鳴上げちゃったりとかして、すぐ消すことに徹底しているっていう。うん、ね、やっぱ俺らはそういう時からあるっていうのが、もうまさに都市伝説って感じだよね。そうだよね。でも出どこがわからないから、ね、これぞっていう。まあ他に画像ないかなと思って、はい、M ステではないんだけど、他の音楽番組でその霊と思われる顔みたいなのがあった。マジで？プラネタリウムだもん。すごい失礼。すごいやね。じゃあそれをちょっと、ねえ、各所についていってるやん。ちょっと見てみましょうか。
これって言われてるの。何それ。うん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 どう見えてるんですか。これ横顔ってこと。そう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 。あー横顔かな。ちょっと、うん、まあ、ちょっともぞもぞっとしてるんだけど、うん、だからすっきりはしないんだけど、うん、これの顔説が有効と。そうだ、もしかしたらね、うん、だこういう曲とか亡くなった人へのメッセージが込められた曲とか知らずに気安く歌ったら、あなたのところにもやってくるかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。ツッコミどころに困る。Yeah.